来週のアニポケグロすぎだろ。バラバラになったらどうやって元の体に戻るねん。ターン X みたいにバラバラにされてもくっつくだろ。ライジングボルテッカーズと積算の子孫だぞ。はぐれるの方のバラバラだろ。ポケモンは恐ろしい生き物です。定期パゴスの不思議な力で時間を巻き戻すからセーフ。骨が折れるぜ。ひえ、まあバサギリならやれそうだが。全滅してる。日本語のマジック。これそれぞれのパーツがごっちゃになってくっつくパートあるな。バラバラになっても戻れそうなポケモンってレアコイルとか。ダグトリオやタイレイツみたいな軍隊型はまあ大丈夫ではあるよな。バラバラになれるけど戻れなかったら死ぬって明示されてるポケモンってギリアルかギリギリアルかどっちだっけ。確認したらギリアルだった。攻撃のために小さい方を飛ばせるけど回収できなかったらし。カメが意外と切ったら増えるタイプの生態してるかもしれない。野生のポケモンに襲われて HP 半分割ってバラバラになる。リコたち弱し説。サバギリがオペオペの実でも食ってたんやろ。適当。トラウマアニメとして語り継がれるな。やっぱ長いこと生きてる6英雄のバサギリだから切れ味が違うんだよ。日本語って難しいね。探偵ものかな。普通にはぐれてしまうでええやろ。くっつけるところを間違えてカオスなことになるのが定番だよな。バサギリより自分の体探そうか。自分の体失ったからバサギリを乗っ取る展開やぞ。そんなミート君みたいな。あんまりうがった見方をするのもあれだとは思うが、バラバラではなく離れ離れとかの方が意味が通りやすいのはそうね。バラバラさせますぞ。若いリコたちなら気合でくっつけそうだけど、サザレさんはどうかな。余裕に決まってんじゃん。関さんの子孫だぞ。そんな関さんはバラバラになってもくっつくみたいな言い方やめえや。できるに決まってるじゃないか。我らがニキやぞ。それがっちゃんこ。日本語って面白すぎるな。関さんに寄せられる出産できたり欠損直せたりするという謎の信頼。関さんナメック星人説。